はい、ね、3月28日木曜日、時間は、14時19分です。ね。昼間から、平日の昼間から何やってんだーとね、お叱りを受けそうですけど、今日は、午前中で、ね、もともと、今日の午後にちょっと病院に行くので、お休みをいただいてました。ね、午前中は労働してきました。ね。お昼で仕事を終えて、ね、帰り道にスシローで、スシローで、寿司を、ね、食べて帰ってきました。ね、黄色いお皿の120円のお皿とか、あとね、100円のお皿、ね、中トロ100円のお皿がありましたので、そういうの食べてきました。まあ、1000円ぐらいでした。たまにはいいじゃないか！ね、たまにはちょっとリッチな気分にさせてくれよ！っていうか、1000円、お昼ご飯1000円でリッチな気分になれるっていうのもですね、まあ、ね、幸せなもんですよ。で、というわけで、ね、52歳、うつ病、派遣社員、ね、社会の底辺、社会の底辺をさまよってまーす。ね、社会の底辺をさまよってるけど、プロレス情報、ね、プロレスに関する、ね、ちょっとね、いい情報を得ました。ね、どうだ見たかこの俺の人脈をというわけでね、何のプロレスの情報かというとですね、蔵の町プロレス、ね、蔵の町プロレス、栃木県栃木市の、プロレス団体蔵の町プロレス、ね、なんですけど、シュープロモバイルにですね、2024年3月14日の16時1分のにリリースされたシュープロモバイルの方にも記事が上がっているんですけど、なんと例が地元、栃木で新団体蔵の町プロレス設立&旗揚げ戦について意気込みというですね、記事があるんですよ。ね。で、どんな内容なのかというと、なんと例、多分なんと例と呼ぶと思うんですけどね、なんと政権のなんとに、例は例式書店の例ですよ。例式書店ってなんだって。ゼロ戦のゼロですよ。で、かっこ、全リングネーム、まさきが、地元栃木県にプロレス団体を設立する旗揚げ戦に向けての意気込みを語った以下リリースよりということでですね。で、リリースよりなんですけど、そのリリースのされ、その記事を全部読もうと思ったらお金がいるんですよ。シュープロモバイル私、ずいぶん前に解約してしまいましたから、ね、読むことができなかったんですけど、まあ、蔵の町プロレスについてはですね、主催者であるまさきさんからですね、直接ですね、団体、旗揚げ戦についてをね、いろいろ教えていただきましたので、今回はこの動画で紹介していきたいと思います。いつもでしたら、この動画はその時思いついたことをダラダラと喋るだけの、ね、ダラダラと喋るだけ、もしくはなんかこうね、世間に対する批判とか、ね、芸能界、テレビに対する批判とか、こう批判的でね、ネガティブ思考な、内容の、動画になっていましたけど、今回は、ちょっとポジティブに行こうじゃないかと、ね、ということで、新プロレス団体、蔵の町プロレスについてですね、ちょっとね、お話ししていきたいと思いますよ。ね。ね、さっきから蔵の町プロレスって言ってますけど、蔵の町プロレスって一体何なんだろう、それは蔵の町ってどういう意味なんだって言われそうですけどね。栃木県、ね、栃木県、北関東、ね、栃木県栃木市というところのご当地団体みたいな感じなんですけど、地域密着型ご当地団体という形になるんですけど、蔵の町大通りっていうですね、通りがですね、栃木市にあるんですよ。
で、そこはですね、黒塗りの重厚な、ね、あの 蔵とか白壁の土蔵群がね、残っていてですね、あの当時の繁栄ぶりを忍ばせていますとですね、地元のホームページに書いてました、ね、栃木市は江戸時代から、ね、日光街道の宿場町として、また江戸との水運で栄えた問屋町として北関東の小都と呼ばれていました、ね、今でも町中を流れる川の岸辺や、市中心部を通る、蔵の町大通りには黒塗りの重厚な店蔵や、白壁の土蔵群などが残り、当時の繁栄ぶりを忍ばせていますね。私もですね、実はですね、20数年前、ね、仕事でですね、栃木県に頻繁に行ってたんですよ。ちょっと営業の仕事で。ほんで、まあ、主に宇都宮市の方によく行ってたんですけど、なんかですね、栃木市も一回行ったことあるんですよ、仕事で。で、その時に、確かにそういうなんか、蔵の町の通りがありました。で、あとなんか、博物館みたいなものがあったような気がするんですけどね、まあ、なぜ20数年前のね、うろ覚えですので、ね、あんまりいい加減なことは言えないんですけど、まあ、その、ね、栃木市は蔵の町ということで、そっから取って蔵の町プロレスというね、ね、名前になったんだと思います。ね。というわけでね、蔵の町プロレス、これはいつ旗揚げするんだと、ね、実はまだなんですよ。ね。3月14日にシュープロモバイルに乗ってるみたいなんですけど、一応ね、予定は6月の30日の日曜日という予定です。ね。で、場所は、栃木市総合運動公園サブアリーナ、ね、というところです。ね。で、昼間の興行ということですね。で、気になる参戦選手なんですけど、一体誰が出るのだという話になってくるんですけど、参戦選手ね、発表していきますよ。ね。一人目は、まさきさんは出場しますよね。まさきさん。ね。私も、ね、2008年からプロレス団体にお世話になって、ちょいちょいプロレスのリングに上がらさせていただいてはいるんですけど、ね、まさき選手は、栃木県を中心にね、プロレス活動をされておられて、で、時々関西にもね、関西のインディー団体にも上がられている。ね。かつて、ね、この田中安全プロレス総帥田中守と構想劇もあった。構想劇もあったけど、一方的になんか私がね、まさきさんにボコボコにされてるというですね、ね、ね、構想劇を繰り広げましたよ。ね。いろいろね、ありましたよ。まさき選手。ね、まあ主催者ではありますからね、それはもちろん登場されますよ。ね。そして、ね、その他に参戦される選手は、安倍健二選手。ね。安倍健二選手ね、ウィキペディアがあるんですよ。安倍健二は、日本のプロレスラー、政治家、ね。政治家なんですよ。すごいですね。プロレスラーであり政治家って言うたら、なんかグレートサスケ選手、アントニオ猪木みたいじゃないですか。ね。山梨県甲斐市議会議員ですよ。山梨県で市議会議員をされているんですね。ね。本名は安倍健二、読み方は同じ。神奈川県茅ヶ崎市出身。家族は妻と娘、私生活では、これ、ちょっと結婚をしたとか離婚したとかいろいろ書いてますね、これ。まあ、この辺はね、あれでしょう、ね。経歴、10代の頃から、鶴見五郎スポーツジムでランカシャーレスリングを学び、プロデビュー、ね。2000年12月24日 CMA プロレス、東京国際フォーラム大会で、ユーマ帝国軍提督バッファルー戦でデビューと書いてますね。で、その後2010年頃には DDT プロレスに
絡んだりね、こういろいろされてるとね、ね、2018年12月プロレスデビューした元光源氏大沢みきおのスパーリングパートナーを務める。すごいですねこれね。ああ、それであれですか、あの2011年に山梨県甲斐市に、山梨県に移住とね、山梨県に移住をして、で2022年に、市議会議員に当選。2022年9月18日ブルアーマーリングサービスに入団したことが決定したえマジですかこれ全然知らなかった。プロアーマーリングサービスといえばですね、あの大阪の、ね、インディープロレス団体ですよ、ね、そこに入団をされているんですね。必殺得意技、バックドロップ、テキサスクローバーホールド、安倍健式ゲドウクラッチ、ね、安倍健二選手はですね、私もですね、FUCK、ね、関西では、ね、関西で最もとんがった、ね、プロレス団体である、ね、FUCK にも参戦されておられて、私も一応絡んでます。絡んでますというか、こう共に試合をしたりとか、ね、いろいろお世話になりました。ね、まあインディープロレス界の重鎮でもありね、政治家である安倍健二選手が参戦されます。そしてもう一人ね、マッチョマイケルズ選手ね、マッチョマイケルズ選手、このマッチョマイケルズ選手もウィキペディアがありましたね。ウィキペディアには本名まで載ってます。身長180センチ、体重82キロ。ね。筋肉隆々の、ね。もうムキムキの選手ですよ。ね。で、なんかですね、以前ですね、なんかテレビにもなんか出ておられたの、私見たことあるんですよ。なんかムキムキなマッチョな人たちがゾロゾロ現れてですね、なんか歌を歌ってて、歌を歌いながら踊っておられるんですけど、その一人にマッチョマイケルズさんがおられたんですよ。ね。マッチョマイケルズさん、安倍健二さんは、ね、地元、私の地元である滋賀県にも実は来られてですね、で、雪上プロレスというですね、雪の中でプロレスをするですね、試合があったんですけど、マッチョマイケルズ選手も安倍健二さんも見えられてます。言い忘れてましたけど、正樹さんもね、見えられましたね。雪上、私の地元で行われた雪上プロレスに、3名とも参戦されてるという形でですね、形なんですよ。で、今のところあとですね、選手の方は、今このね、お二人だけなんですけど、あとリングアナにワンダーマンさんが、参戦されると。ワンダーマンさん、ちょっとウィキペディアで調べてみます。ワンダーマンでウィキペディアで調べたら、なんか違うワンダーマンがいっぱい出てきそうですね。アメコミにワンダーマンとかあるんですよ、ね、ウィキペディアにはありましたけど、ワンダーマンは全世界60カ国に展開する広告代理店これは違う、このじゃあワンダーマンプロレス、ワンダーマンプロレスで検索すると、ね、出てくるはずです。はい、ワンダーマン、あ、ワンダーマンの、X、旧ツイッターが見つかりました。ね、ヒートアップ所属のスタッフリングアナですが、どこのお仕事でも承りますって書いてますね。
ツイッターがあります。この方は関東の、関東の、インディープロレス界では有名な方だと思います。ね。まあ、とにかくですね、このプロレスの旗揚げ戦というのはですね、ね、こう、プロレスファン、ファンにとってはですね、こう、熱いものがあるんですよ。プロレスを見てきた者にとってはですね、すごくですね、楽しみであり、ね、一体何がこれから始まるんだっていうワクワク感があるんですよ。ね。新団体設立というのがですね。で、まあ、ファンも、プロレスファンはワクワクするし、またね、送る側、ね、新団体を旗揚げして、ね、プロレスを、試合を見せる側もですね、これから新団体、発足じゃー！ここで、お客様のハートを掴んで、末永く続けるぞーみたいな感じがあるから、お客さんも熱い、やってる側も熱い、めちゃめちゃボルテージが高い者同士がガキーンとぶつかってですね、ポカーンとね、ね、なると思うんですよ。ね。まあ、かつてですね、メジャー団体ですとね、WJ プロレスとか、ね、あと、無党全日本、ね、無党全日本なんかはですね、割とですね、その前の段階から、割と熱いものがあってですね、何の話かというとですね、全日本プロレスっていうジャイアント馬場が作ったですね、プロレス団体があるんですけど、ジャイアント馬場が亡くなった後ぐらいにですね、そこの所属のスター選手だった、三沢光晴選手がですね、当時全日本プロレスの社長をしてたんですけど、ジャイアント馬場が亡くなったからもう、ここはもう、独立して別団体を作るんじゃーということで、プロレスリングノアという団体を作ったんですよ。で、そのプロレスリングノアにですね、全日本プロレスの選手が、所属している選手のほとんどがですね、プロレスリングノアに移籍したんですよ。で、そこで、何が熱いかって、今まで全日本プロレスというですね、ジャイアント馬場が、という大きな看板を掲げて、やっていたのに、プロレスリングノアという全く新しい団体で、旗揚げして、果たして大丈夫なのかというですね、心配とですね、でも、三沢光晴とか、小橋健太とか、田植えとか、他にも秋山とか、ね、いっぱいいるけど、いっぱいいるから、またそこで新しいものを見せてくれるんじゃないのかとかですね、あと、全日本プロレスに参戦していた外国人選手が全然参戦しないけど大丈夫なのかという不安とですね、この不安と期待がですね、こうグワーって入り乱れてですね、このは畑という一方ですね、選手がほとんど抜けてしまった全日本プロレスは一体どうなるんだとね、ね、スター選手といえば、淵選手と川田選手しかいない状態で、どうなるんだこれはみたいなところで、淵正信選手はですね、新日本プロレスに乗り込んで、単身乗り込んで、全面対決じゃー！新日本プロレス対全日本プロレスの全面対決じゃーっていうですね、もうそれもですね、お客さんもね、びっくりしたと思うんですよ。だって選手がほとんど抜けてしまって、誰もいない全日本プロレスが、新日本プロレスにいきなり喧嘩を売るというですね、もう前代未聞の展開。どうなるんじゃーという展開を経て、その後全日本プロレスがどうやって存続していくのかというと、なんと新日本プロレスから武藤圭司とか剣道家臣とか、小島聡選とかですね、スター選手の一部が全日本プロレスに移籍することによってですね、全日本プロレスが一気にね、息を吹き返す。その後、いろんな、インディー団体の選手とか、あと外国のね、WWE に出てた選手とか、あとね、あけぼのとかがどんどん参戦していって、無党全日本、ここにありみたいな感じになったってね、その頃本当熱かったですよね。
もうね、2000年代初頭でしたけど。でちょうどね、同じ時期、同じくらいの時期に、橋本真也が新日本プロレスを退団して、ゼロワンを立ち上げたり、あと、長州力が、佐々木健、新日本プロレスのスター選手だった佐々木健介を引き抜いて、なんか、ダブル J プロレスとかですね、どんどんなんかですね、新日本プロレスがバラバラになってしまってですね、新団体がどん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 出来上がってですね、で、そのおかげで新日本プロレスがですね、勢いがね、失せてしまってですね、勢いがなくなったところに、ハッスル旗揚げとかですね、ね、そういうね、こう、団体の分裂、新しい旗揚げというのがですね、まあ、プロレスの醍醐味でありですね、不安としては目が離せないと。ところがですね、ここ最近ですね、特にメジャー団体なんですけど、そういうね、分裂とか、新団体、旗揚げとかが、ね、とんとなくなってしまったんですよ。ね。ですから、今もうね、プロレスといえばですね、もう新日本プロレスが一人勝ちみたいな感じで、ね、前でしたら新日本プロレスがあり、全日本プロレスがあり、ノアがあり、ね、ゼロワンがあり、みたいな感じで、で、ノアのね、選手と、ノアの選手が全日本、新日本プロレスに上がった日には、もう、東京ドームイベントのね、この、小橋健太がね、新日本プロレスに乗り込んだりとかしたら、もう、東京ドームで興行の目玉カードみたいになってたけど、今もう、新日本プロレスが圧倒的に勢力がでかくて、で、その代わり全日本、ゼロワン、ノアとかがですね、もう、しょぼしょぼしょぼとなってしまってですね、で、ノアの選手が新日本に上がったとしても、そんなに盛り上がらなくなってしまったという悲しいことになってしまってるんですよ。ね、その辺業界としてでもですね、やっぱ新日本も業界全体を考えるという意味でですね、ね、やっぱノアとか全日本にももっと頑張ってほしいと思ってるんじゃないでしょうか。やっぱ業界全体が盛り上がらないと、自分のところだけ盛り上がってても、業界全体でこう底上げをしていかないと、やっぱり未来がないと思うんですよ、ね、ちょっと話がね、かなり横にずれそれてしまいましたけど、まあ、そういったいろんな意味でですね、今回ね、この時期にね、新しい団体、旗揚げというのはですね、やっぱプロレスファンにとってはですね、嬉しいし、ワクワクするし、ね、ね、あと、まさきさんたちもきっとですね、新団体の成功させるために、今ね、参戦の決まっている阿部健二選手と、マッチョマイケルズ選手と、ね、で、こうね、最高にね、盛り上げていくための何かを考えておられると思いますよ。ね、ぜひ頑張ってほしいところだと思います。ね。でね、ここまで話をしてですね、田中安全プロレス総帥田中守は、この正樹さんが立ち上げられる団体にね、かつて構想を繰り広げてきたものとして、黙ってるのかと、ね、乗り込まないのかとね、こういうツッコミを受けそうなんですけど、いかんせんですね、私ね、体調が本当に良くないんですよ、ね、口ばっかりこんなね達者に動いてますけど、ね、今日この動画の冒頭でも申し上げたようにですね、病院に今通院してるんですよ本当に情けないことに、ね、どこが悪いのかというとですね、足の裏がね、激痛が走るんですよ、ね、で前もですね、別の動画でちょっとお話ししたんですけど、その時に足が痛くてたまらないと、でね、痛風の疑いがあるんじゃないのかということで病院で言われてですね、で、いろいろ血液検査とかされたんですけど、まあ痛風じゃないと。ね。で、だいぶ足の痛みがね、マシになってきたんですけど、先週の水曜日に、またね、足が痛くなったんですけど、足が痛くなって会社までね、2日休んだんですけど、これもですね、普通、痛風といえばね、足の付け根のね、付け根じゃないか、指の付け根のあたりがね、痛くなるんですけど、私、そこが痛いんじゃなくって、土踏まずのところが痛いんですよ。土踏まずのちょうど、なんていうか、こう、筋になってるところがこうありますよね。そこが痛くて、その痛みが広がっていって、足がですね、炎症を起こして、足がパンパンに腫れるというですね、ことになってしまっているので、まあね、これを痛風と決めつける、今通っている病院に行くのはもうやめてですね、
もう整形外科に行こうかと思ってるんですよ。ね、私たびたびぎっくり腰を起こすんですけど、もうそこにそのぎっくり腰見ていただいたですね、整形外科でねちょっと見ていただこうかと今考えているところです。ね、セカンドオピニオンね。それとあとね、右肩が悪いね。これはねもう以前から悪いんですよね。5年ぐらい前から。で本当に痛い時は腕が上がらないぐらい 痛くなった時期があったりとかしてですね。でそれがまた最近ね痛いとね。もう右肩が痛い、右足の裏に激痛が走るね。なんとか仕事はやれるけど、もう休みの日になったら家に引きこもってるというのがですね、ここをね何ヶ月か続いてますので、ね、とてもとてもプロレスの試合なんかやったらもう本当にね取り返しのつかないことになるなと思うので、ね、今もうちょっとねお休みにしてますね。なんせ前プロレスしたのってちょうど1年ぐらい前に神戸でね FUCK の神戸大会に出させていただいたのがもう最後ですので、ね、もうね半分というかほぼほぼもうリタイア状態ということです。というわけでですね、今日は蔵の町プロレスについていろいろお話ししたんですけど、新しい情報がですねまた入り次第ですね、随時ね、田中安全プロレス大放送で、ね、発表していきたいと思いますので、ね、皆さんも、ね、蔵の町プロレス、ね、パソコンで検索をすれば、ね、こういくらかヒットが出てきますので、ね、旗揚げをね、まだかまだかと、ね、楽しみにして待ちましょう。